首都殿岩屋は神奈川県真鶴町と湯河原町にある源頼朝が隠れたとされる洞窟である。問井の杉山の首都殿岩屋真鶴町の首都殿岩屋真鶴町真鶴港の近く及び湯河原町北西に連なる城山にそれぞれある源頼朝ゆかりの史跡である。自称四年石橋山の戦いで平家に敗れた源頼朝が これらの地にあった岩屋に身を隠し、箱根権現別島のもとに逃れた後、岩海岸から安防国へと脱出したと伝えられている。二箇所あることから、昭和時代初期には双方が心眼を争うこともあったが、現在は、よりともは房総半島へ渡るまでに、いくつかの場所に身を隠したのではないかということに、されている。人殿岩屋の由来は、追手が、 人とと言われる鳥が急に飛び出してきたので、人影がないものとして立ち去ったからと言われている。真鶴町指定文化財。真鶴町真鶴港の近くの人戸の岩屋は、頼朝の時代には130メートルの奥行きがあったと言われるが徐々に波に削られ、江戸時代末期には間口3メートル、奥行き11メートルほどの大きさとなっていた。当時の岩屋は海に面していたが、 関東大震災による土地の隆起で現在の高さとなった。さらに、第二次世界大戦時、真鶴岬溶岩からなる、この場所は、三浦半島に海軍飛行場を作るため、資材として多くの石が切り出され、今の規模となった。江戸時代末期に築かれた品川台場にも真鶴さんの石が使われており、同地内に品川台場礎石の石踏みとして、 祖先だけが写されている。品川台場祖先の石踏み真鶴に古くから、ある名字として、青木、ゴミ、腰種の三つがある。頼朝が、首都との岩屋に身を隠した際に手助けをしたこうとして、手助けの内容にちなんだ生を与えたという言い伝えがある。木の枝で入り口を隠した者には、青木、食料の手配をした者には五つの味わいを意味する、ゴミ。 追ってから頼朝を守るための見張り役をした者に、ご種の三名字である。ありがとうございます。